速稼塾の久保です。 FX の状況とともにですね、まあ、事故の裏で富豪は生まれるって言葉を今日はちょっとねお伝えしていこうかと思います。まあ、ご存知のようにイランとアメリカの対立はとどまるところ知らないんですけども、イランの外務大臣によるコメント、ツイッターの方からねこういうふうに拾われています。イランは我々の市民と高官に対する卑怯な攻撃を受けたことに対して国連の51条項のもとに同等の自己防衛を行いました。我々はエスカレーションや戦争を望んでいません。しかしいかなる侵略に対して我々自身を守りますというふうな形ですよね。まあこれはねイラクとしては当然のコメントではないかなと思いますよね。なんとも理不尽なことにも司令官の方がね、攻撃されて殺されたわけですからね、やっぱそれなりに報復をしなければならないという気持ちもその通りだと思います。これに対してトランプ大統領のコメントなんですけども、まあ全てはうまくいってますと。でイランからイラクの駐留基地2カ所に向かってミサイルが発射されました。これ先ほどのことですよね。で犠牲者と被害の状況を現在確認中だということでございます。現時点では順調ですと、我々は世界で最も力強い軍隊を持っています。私は明日の朝に声明を発表しますということなんで、この明日の朝っていうのが日本時間の今日夜8時だと思いますけども、ちょっとね緊張を高めるところがゴーンさんだけではなくてこういうふうなねイラクの方もありますよね。これを受けても、石油元売り各社っていうのは値上げを検討しているようで、一部ではもう値上がりが進んでるみたいですけども、同時にですね FX の世界でもドル円っていうのが一気に急落し、そして急騰を見せているということで、やっぱここがですね事故の裏で富豪が生まれるという異変なのかなと思います。今晩8時前後にもこの急落と急騰というのが起きると思いますので、まあなんともね不謹慎というふうな声もありますけども、このねドル円とか投資家とか相場っていうのは東日本大震災の時でもやっぱりね皆さん注目してるんですよね。事故が起きても戦争が起きてもそこで大金を得る人がいるっていうこの冷たい現実とともに、私たち投資家はどんな行動すればいいのかってことが今回求められているのかなと思います。まあ、皆様がねご安全にと言いますか、不安は尽きないと思いますけども、この現象をやっぱりね最大限利用していくところがあると思います。そしてですね、今回ちょっと大げさかもしれませんけども、まあ、仮にですね望ましくない事態が起きた時でも、この投資の世界を手に入れとけば、FX をやっとけばですね、どんな状況でも収入を得ることができるっていうことなんですよね。それこそ天災が起きても、地震が起きても、雷が落ちても、それから戦争が起きても、必ず相場の世界では勝つ人がいると、儲ける人がいるんですよね。まあなんかこの人類のどしがたい部分かもしれませんよね。人の不幸がお金に変わるっていう側面があるっていうのは、できれば人の幸せがお金に変わるようなね、そんな活動ができる世の中を私も望んでおります。それでは今回は以上です。